就活会議。本日はフジテレビの制作会社にもともとお勤めされていた鬼さんにお越しいただいています。僕たちの鬼です。早稲田大学社会科学部というところを卒業して新卒でフジテレビの番組制作の会社に入って、今は YouTube 活動を休止中です。三次面接とかそこら辺でも大体マーチ以下はほぼいないイメージ。楽しくなければテレビじゃないみたいな、そんなモットーと僕がいた早稲田大学ってところが空気感が似てたんですよ、ね、入社後のお話を聞いていきたいんですけど、入社されてからは実際にどんな業務をされてたんですか？ AD です。僕が入ってきた時はやんわりソフトでした。結構バラエティやりたいですって言ってたら1年目結構融通聞くんですよ。だから1年目はゴールデンのバラエティやって一番下っ端のエリアやってました。仕事はコピー、雑用、買い出し、電話仕事、リサーチ仕事、会議資料作ったり場所取りみたいなのばっかりやってて超下っ端やってました。 AD をやられてた中で一番きつかった仕事記憶ありますか？基本全部きつかったんですけど、 AD1 年生の時の年末ぐらいに一回特番を担当したことがあって、生放送でマジックをやるっていう特番だったんですけど、初期に AD が1人しか配置されてなくてチーフAD みたいな。でもその時の仕事量がやばくて、やってもやっても電話一生おらんみたいな、1件切ったら次の5件不在着信溜まってるみたいな。その時についた1人のディレクターが鬼で有名で詰められすぎて超大変でした。テレビ業界のお仕事ってすごいお忙しいイメージあるんですけど、具体的に何が忙しいんですかね？シンプルにめっちゃやることが多い。あと放映日が決まってるじゃないですか。だからこの日までに絶対終わらせなくちゃいけないっていうのがあると、じゃあこの日までに例えばスタジオで1回撮らなくちゃいけない、スタジオで撮ったものも合わせて編集スケジュール、確認スケジュール、いろいろ工程があるんですけど、ロケ前後がやっぱ一番忙しくて、1回のロケであそこ行きましょう、ここ行きましょう、どこ行きましょうって言った時に、基本的にそれってまず AD が全部仕込むんですよ。ロケスケジュールも全部 AD が作るんですよ。何時何分までにここ行って、何時何分までにここ、演者さんが何時何分にここ集合、決まったら次はこの小道具がいるよねって言ったら AD が全部発注して、ディレクターにこれでいいですか確認しなくちゃいけないし、撮影決まったら YouTube は普通に自分で撮るけど、カメラマンも AD が基本自分でやるんですよ。この機材この台数でお願いします、メモリーカード何枚でとか、それ決まったら今度はロケ車両もあれ全部 AD が発注するんです。全部やるんですよ。1回のロケはそんだけかかるんですけど、3回ロケやんなきゃダメダメみたいになるとめっちゃバタバタになります。大変なお話を聞いたんですけど、芸能人と会えるっていうのはテレビ業界ならではかなと思いますが、会えて嬉しかった芸能人の方とかいらっしゃいますか？めちゃイケ好きやったんで岡村さんとかやっぱ会えたの嬉しかったかな。湾岸スタジオで収録してる時に出てきてこれこれみたいなあとは FNS 歌謡祭っていう番組があるんですけど、超高速で芸能人が入れ替わり立ち替わりするんですよ。平成ジャンプ通り過ぎた後に5分後に目の前ももクロが過ぎていって、5分後にワンオクロックが通り過ぎるみたいな、あの芸能人の大名行列見た時にテレビ業界入ったなみたいな、あれすごい嬉しかったな。いろんな芸能人の方に会われたってことですけど、印象に残ってる芸能人の方とのエピソードとかありますか？とあるロケで芸能人の人が台本見て、この台本書いたディレクター誰みたいなブチ切れられたことがあっていい人は基本9割ですけど、やっぱ怒られたことの方が覚えてるかな仕事に厳しい芸能人もいるから、動きの悪い AD 入れると切れる人もたまにいる。芸能人の方に叱られたっていうエピソードもあったと思うんですけど、やっぱ現場も雰囲気すごい悪いと思うんですけど、どうやって対応されてたんですか？基本はもう謝罪するっていう深々と元気のいい言葉で申し訳ございませんっつって、プロデューサーとディレクターとかが一緒になってひたすらに元気よく謝るっていうのがあって、その日の飲み屋でディレクターとプロデューサーが芸能人の愚痴を言うっていうこれはもうどこの現場でもあることだから、芸能人とテレビマンの関係っていうのは。でもやっぱ向こうもプロだから、ディレクターって全員が優秀なわけじゃなくて、当然ポンコツディレクターもめちゃくちゃいるし、ポンコツ AD もめちゃくちゃいるんで、タレントがピッてくれた方が締まる時もある。お互い慣れてることだからしっかり筋通して再会することもあります。ただテレビマンって横のテレビマンのつながりがめっちゃ多いから、フジテレビで起こったそういうことがすぐ日テレのディレクターにバレたりとか、だから多分文集とか雑誌の人よりテレビの AD とかディレクターが一番業界の裏話してると思う。リアルな現場のお話を聞けたんですけど、芸能人の方の表と裏の顔も一番近くで見えるわけじゃないですか。やっぱり感じますか？あります。芸人はね結構表裏なくファラファラしてるイメージなんですけど、女性の人の方がやっぱ結構表裏はっきりしてるイメージがあるね。それは表は良くて裏はちょっとっていうものなのか、とも逆なのかで言うと両方ですね。意外といい人だったりっていうこともあります。嫌われ芸人じゃねえのかみたいなとか、じゃない方芸人みたいに言われてたけどこっちの人の方がいい人じゃねえかみたいな人もいるし、このアイドルいいと思ってたけど意外と黒いなみたいなこともあるから、特に AD だったから最底辺のポジションだから、ね、余計に態度が露骨っていうか見えやすい。入社してから
らギャップとかありましたか？いい点は予想以上に楽しかった。働いてる人がエンタメの人だなっていう人が多かったのと、出社時間が遅くて嬉しかったっていう。僕だいたい11時か12時ぐらいに出社してたんですよ。夜も遅いから微妙なんですけど、はい、仕事ゆるい日だったら全然12時過ぎとかに出社してて、それでもやってれば来られない。悪かったところは予想以上に何もできなかったかな。やっぱりテレビ業界入ってくる時って夢持って自分の番組もしたいとか、それこそめっちゃ野球やりたいみたいなことを持って入ってくるじゃないですか。でも基本的には自分の番組を持つ人っていうのは10年働いても多分100人に10人もいないかもしれない。例えばディレクターとかって肩書き聞いたらすごそうなんですけど、本当下請けっぽいとか、プロデューサーってすごそうなイメージじゃないですか。あります。プロデューサーもそんなすごくなくて、やっぱり上のプロデューサーとか局員がいて、基本的にはお金の管理、チームの管理とか、結構週間管理職みたいなことが多くて、コンプライアンスが年々厳しくなってきてて、テレビ業界でやれることは予想以上に何もできんなみたいな。帰れない日は1週間ぐらい帰らないこともあります。俺この先どんな仕事だったら幸せかなみたいな。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。